皆さんこんにちは。今回のトピックはシェーダーグラフの UI 対応です。今回お話しするのは Unity 2023.2 におけるシェーダーグラフの新機能の一つです。シェーダーグラフを使って UI 用のシェーダーを制作することが可能になりました。 UI に対してシェーダーを適用して特殊な演出をつけたりアニメーションさせたりというようなことができるようになったわけですね。簡単なサンプルを作ってみました。ボタンと画像が配置されているだけの単純なシーンです。画像にはいわゆるモザイクエフェクトがかけられています。このボタンを押すとモザイクが外れて元の画像が見えるようになります。このモザイクエフェクトはこの上のシェーダーを使って動的に描画しています。このレゾリューションプロパティを操作することで動的に解像度を変えられるようになっています。この画像の縁の部分は UI のマスク機能を使って丸くしています。シェーダーグラフが正式に UI 対応したことによってこのような UI 側の機能とも問題なく連携できるようになりました。この下にあるボタンが光るアニメーションもシェーダーを使って演出しています。この下にあるシェーダーですね。この手の演出は UV スクロールアニメーションなどでも実現可能です。ただシェーダーを使うと少ないアセットで実現できるので個人的にはこのアプローチが好みですね。それでは次にこの機能の使い方を簡単に説明したいと思います。作り方は簡単で、アセットのクリエイトメニューのシェーダーグラフの中からキャンバスシェーダーグラフを選びます。あるいは一度作成したシェーダーグラフの中でマテリアルをキャンバスに変更するという手順でも構いません。後のシェーダーの制作手順については通常のシェーダーグラフとほとんど同じです。バーテックスの操作を行うことができないなど細かな違いはあります。もちろんアンリットが前提になるので光源を使ったライティングの演出などはできません。ただ違いはその程度で、通常のアンリットシェーダーを作るのとほとんど同じ感覚で開発することができると思います。最後に注意点について触れておきたいと思います。まず明らかな弱点の一つとして、マテリアルプロパティをアニメーションさせることができないという制約があります。これは以前から知られている Unity UI の弱点の一つです。 UI で使用されているマテリアルのプロパティをアニメーションコンポーネントやアニメーターコンポーネントを使ってアニメーションさせるということができません。プロパティをアニメーションさせるにはスクリプティングで対応するか、サードパーティー製のソリューションを使うか、いずれかする必要があります。今回のサンプルでは簡単なスクリプトを使って対応しました。Unity UI でマテリアルプロパティをオーバーライドするには iMaterial Modifier Interface を使います。アップデートの中で値をアニメーションさせつつ、 GetModifiedMaterial の中でプロパティを更新しています。こんな感じのスクリプトを組むのが面倒という場合はサードパーティー製のアセットを導入するのが良いかもしれません。 GitHub およびアセットストアで配布されている AnimateUI Materials というアセットを使うことでアニメーションできることを確認しました。アニメーションカーブを使って解決したいという場合はこちらを試すといいかもしれません。今回はこんな感じでシェーダーグラフの UI 対応について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 UI でカスタムシェーダーって多分いろんな使い道があるんですけど、皆さんならどのような用途に使ってみたいと思うでしょうか。今回は例として光るボタンやモザイクエフェクトを作ってみましたが、実は他の使い道があんまり思いつかなかったんですよね。こんな使い道がある、あるいはこんな実装ができたなんていう例がありましたら、ぜひ SNS やコメント欄で共有してみてください。多くの人が興味のあるトピックだと思いますし、僕も今後の参考にさせていただきたいと思います。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。